ちょっとペケツ何やってるの？袋は食べちゃダメ。うわ、お菓子なくなっちゃってた。ルイ、おかわり。おかわりって、ペケツはお菓子ばっかり食べ過ぎだよ。ねえ、お菓子お菓子、お菓子くれないと地球を支配しちゃうじゃん。ハロウィンみたいなノリで言うのやめてくれる？わかったよ。じゃあ、はい、どうぞ召し上がれ。ありがとうルイって、むしゃ。虫は牛肉よりもすごい？昆虫食の知られざる世界とは？ちゃんと食べられます。虫を食べるなんて、ルイって僕のこと嫌いなの？いや、別に嫌がらせとかじゃないよ。これは普通に食べられる虫なんだ。この前親戚からたくさん送られてきて、いっぱい余ってるんだよ。虫って食べられるの？中国や東南アジア、アフリカでは昆虫を食べる文化があるし、日本でも昔からイナゴの佃煮なんかは食べられているよ。昆虫は実は栄養たっぷりで、育てるのも簡単だから食料不足を解決するかもしれないって世界中で注目され出しているんだ。虫って栄養もあるんだ。例えばコオロギ 100g あたりのタンパク質は豚肉や牛肉と比べてもずっと多いんだよ。お肉よりすごいな。さらにタンパク質だけじゃなくて、ビタミンやミネラルっていう体にいい栄養分をたくさん含む昆虫もいるからね。虫だと思って甘く見ちゃいけないよ。え、甘いな。というわけで、さあペケツどうぞ。ほんとに？お味はどう？でも見た目がな。まあ見た目はうーってなるかもだけど、最初だけだよ。美味しくなさそう。そんなことないよ、早く早く。ペケルイ、遊びに来たぜ。二人とも何やってるんだ？ん？ああ、虫じゃん。ねえ、ゴー、ルイが虫を食べろって言うんだよ。あ、そうだ、ゴー、これ食べてよ。ねえ、やだよ、そんなもん食べられないって。昆虫食は海外でも注目されていて、栄養もバッチリなんだよ。え、そうなのか？ペケツって物知りだな。いや、それほどでも。これさっき僕が言ったやつ。でも虫はちょっとな。わっ、こう知ってる？虫を食べるとモテるらしいよ。え、そうなのか？俺が見た目はイケてるのにモテないのは虫を食べてないからなのか？そう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 。なあ、違うと思うよ。そんなに言うなら食べてやるよ。どんな味？なんかエビっぽい味がするな。スナック菓子みたくサクサクしてる。それはコオロギの素揚げだね。へえ、悪くないかも。おいしいの？こっちはもちもちしてて甘いお菓子みたいだ。お菓子？それはハチノコの甘露煮だね。へえ、普通に美味しいじゃないか。虫全然いけるぜ。どうだペケッツ、虫を食べられる俺モテそうか？おいおい、モテそう。よっしゃ。なんか勘違いしてる気がするけどね、美味しいからペケッツも食べてみなよ。でもやっぱり見た目が。ほらほらほら、なくならないといつまでもおやつは虫だよ。おい、そんな。虫を食べないといけないのか。でも見た目が。あ、そうだ、ねねねゴー。ん？どうした？はい、これ。虫の瓶？虫も食べられるワイルドな男はモテる。女の子の前で食べてみせれば。なるほど、サンキューペケツ。ちょっと俺モテに行ってくるぜ。あ、ゴーンジ、また変な勘違いしてるな。あ、食べないで済んだ。ペケツ安心して、まだたくさんあるよ。昆虫食の良さを広めてみる。ヘイ彼女、俺と虫パーティーしないかい？あれ、足りなかったのかな。おかしいな、なんで逃げるんだ？ペケツ、虫を食べたらみんな逃げてくぞ。では、みんな見た目で誤解してるのかな。ほら、女の子は可愛いものが好きでしょ。ああ、そうだ、これ貸してあげる。なんでもスイーツじゃら。このお皿に乗せると、なんでも美味しそうなスイーツに見えるようになるんだ。おお、いいな、それでバッチリだぜ。そういう問題？学校に持っていく。みんな、お菓子食べようぜ。ああ、可愛い、お菓子？何これ美味しい。そうだろう。やったぞルイ、成功だ。あー、なんか騙してるようで気が引けるな。このお菓子美味しい。ねえねえ、これなんていうお菓子？それはなんだっけルイ。いや、僕に振らないでよ。でも美味しいけど、なんか変な感触するお菓子ね。やばいやばい、怪しまれてるよ。何を集まってるんだ？ん？
これは誰だ、学校にお菓子なんて持ってきたのは。やべ、ゴーンジ君です。お前か、持ってきたのは。いや、それはお菓子じゃないんです。断じてお菓子ではないんです。嘘は言ってないけど。お菓子じゃなかったら何なんだ。それは、虫です。開き直った。なんだ、そうか、虫か、ならいいか。なるか、バカモン。どう見てもお菓子だろう。渡しなさい。いやだ、俺は虫の良さをみんなに知ってもらいたいんだ。ただそれだけなんだ。あれ、モテるためじゃなかったの。いい加減渡しなさい。なあ、何よこれ、虫。私たち虫を食べてたの。まずい。ゴンジ君。みんなとりあえず落ち着こうか。そして、虫って美味しいんだな。ベケツ。わあわあ、虫って美味しいね。僕も見た目を変えたら食べられたよ。これ食べなきゃ損だね。あで、どうしたのか。みんなを騙して虫を食べさせたのがバレてこんな目に。おい、こんなに美味しいのね。見た目で決めつけるなんて分かってないな。ベケツもでしょ。みんな見た目で判断しないで虫を食べてみようぜ。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。ちゃんとお願いしようよ。お願い。